じゃあさあ、はい、お前挨拶の仕方変わったね。え、いや、お前なんかためがあったよね昔。いや、あれでなんかその豊さんいつも終わった後に「いやあれなんなん?」みたいな言ってくるから。ちょっともう一回やるぞ。え、前のやつですか？前のやつですか？じゃじゃこんにちは。これやった時にコメントではちょっとあれなんかこう目で可愛いみたいな。本当かあった？それあったんですよ。マジか。見たんですよ。あ、なんかなんだこいつらみたいな、ちょっとなんだよみたいな感じなんですよ。愛嬌があるみたいな。お前にわかんないですけど、でも豊さんにあれなんだあれなんだみたいな感じになって、まあこう直したというか、まあだからいやいや直したってことですよ。いやいや直した。じゃっじゃっじゃっ。あ、いいじゃん。すっきりしてるやんな。そうですね。いや、最初お前だけ目立ってな。途中からなんか変えたんですよね、その頃。そうだよ。いやだから豊さんに言われてから。そうで、カメラ回ってないとこで普通に豊さん俺何みたいな感じになって。そうなんですよ。そうだからね、ちょっと物申したいなと思って。ああ、今日は何その勢いで。そう、文句はあるっていうこと。いや、そりゃあね、何それはもう文句しかないですよ。文句しかないですよ。クビになったんでやめてくださいよ。クビはやめてくださいよ。本当に言われてるんで、それ本当に。今高校球児って検索入れたら次クビってスペース首で出てくる。スペース首で自分ら出てくる。そうですよ。いや、高級銃打ったら決して首じゃないからな。いや、まあまあまあ首じゃないですけど、でもまあまあ勝負の世界なんで。まあまあ、いや違う、お笑いと YouTube と中途半端になったらいかんから、お前らお笑いやりたいんか YouTube やりたいんかってどっちなんだって言ったら、いやお笑いは知らないって言うからね。じゃあお笑いでね、二頭追わないで一頭追えと言ったら、お前ら YouTube チャンネルやってんじゃねえか。違う。あります、ちゃんとこれは。これはあります。何があるんだよ。だから自分たちでやる分には違うじゃないですか。何が違うんだよ。なんかこう豊さんというなんか一つのこうなんていうんですか、コンテンツがあって、コンテンツこれをきっかけに、まあ YouTube いろいろ学ばさせていただいて、それは本当にだけど自分らの力でやっていくっていうのはちょっと別であるじゃないですか。まあお笑いの YouTube だからね。そうだから、まあそういう意味では感謝してますけど。ちょっとそう言いながら面白いこと言えよ。今からなるんですよ。今からなんの。今から十分時間かかってるよな。ちょっと助走を長くつけるだけ。めちゃくちゃ長いよな。どんな飛行機でも降りれる助走だよ。助走の時点でちょっと疲れちゃってるかもしれないですけど、飛べなくなるっていうね。えっと首じゃないですか。多分なんか意外と喋りが良くなったね。本当ですか。あ、いや本当ですか。いや嬉しいっすわ。いやこっちはだんだんつまらなくなって。いやいやいや、それは違いますよ。自分の面白さ引き出せてないんですよ。俺が引き出さなきゃいけないんですよ。それそうっす。そうなんだ。ゲストっすもん。でも首。もうだから首でいいっす。それは美味しいじゃない。美味しいです。いやまあそれはそれでいいっすけどね。首になった人ですよねみたいなコメントも来てる。で、なんかそう前テレビなんかちょっと出させてもらった時に、なんかツイッターでやっぱちょっとエゴサーチするじゃないですか、高校球児。大体みんな、あ、高木豊チャンネルクビになった高校球児だって大体みんな言ってるんですよ。クビにはなってる。いや、なんか死亡説とか死亡説もあったんですよ。マジで高校球児。行方不明とか。あいつら生きてんのかみたいな。どこ行ったの？そうで自分ら YouTube やって高校球児。生きててよかったみたいな。いやでもね、うちのチャンネルでも高校球児はもう出ないんですかっていうさ、やっぱりコメントが来るわけよ。嬉しいですね。やっぱコアなファンはいるわけね。だからまあ呼んだけどね。いや呼んだけど、呼んで失敗かどうか。いやいや待ってくださいよ。お願いします。初代アシスタントですよ僕ら。そうだよな。そうですよ。アシスタントというよりお前たちと一緒に番組作ったから。あ、立ち上げですよね。いや確かにそうです。いいコメントだったら今。いや、ありがとう。お前泣いてないっすよ。泣いてないですけど、でも豊さんってなんかまあなんだよ、飽き性じゃないですか。何が飽き性なんだよ。確かにね、思わない。それは思います。飽き性なんかこれやろうぜみたいなでやろうってなんか変なとこ向いてたりとか。それ飽き性っていうか、なんかポケットしてんのかわかんないですけど、別のやつ来てんじゃない。なんか俺は先に行きたいわけ。確かに。なんか新しいもの好きなイメージある。そう。だから飽き性じゃない。足元が見えてないタイプですもんね。足元ブランブランだから。地に足がつかないでブランブランになってる。宙に浮きまくりじゃないですか。浮き足立ってたから。だからちょっと大丈夫かなっていう。あ、心配もそうだし。ありましたね、それは。ちょっと来てんのかなっていう。どこに来てんだ。ところもあったし。あった。はい。だからこうなんですか、まあ物好きというか。物好きお前の言い方なんか刺さってくるんだよ。なんかこういろんなものをこういろんなものにこう行きたいみたいな行きたい感じがあるな。それが結構空回りする時もあったから。当時ね。当時あった。だからその飛びつくんですけどすぐ飽きるじゃないですか。ダメだと思ったら引くんだよ、すぐ。それ大事なことじゃない。チャレンジはするってことですね。そう、チャレンジはね。確かに。言い方変えなさいよ。いやだけど違う一緒にガッていくならいいじゃないですか。でまずゆたろうさん飛びつくじゃないですか。で自分ら飛びついた時にはもう離れてるんですよ、ゆたろうさん。俺らが行ってる。そう。まあ確かに。でまだお前らそこにいんのかみたいな感じになるから冷めてんだよね。俺らがよし行くぞっていう時に。そう。何やってんのお前ら。突き放し方がすごいです。いろいろ早いからもう足だけにしてほしいなっていう話です。だからあれだろ。ついてこれないんだろ俺のスピードには。いやついていきたくないんですよ。待ってりゃ降りてくるっすね。そう。また行ってんなみたいな。いやそうなんか変なことやってんな戻ってくるからみたいなスタンスで見てたら。ちょっとだからその森藤さん心配ですわ僕。そう。はい。ついていけてんのかなっていうこの感じに。まあついてきてんじゃないの。本当ですか。いやだって今24万人ぐらいですよね。はい。で森藤さんファンがだいたい23万人ぐらい。そうだね。まあだいたいそうだね。そうかな。だいたいまあそのもうちょいかなぐらいの感じ。であと9800人ぐらいが。まあその半分がお前たちのファンだよな。そうですね、まず大体僕は23万9998人が森藤さん、あと2人は自分ら井坂さん、僕らで分け合って心配しないでください。まだいける。頑張りましょう上がっていきましょう。だってお前らのチャンネル何年にいるの？56万ぐらいですかね。うっそ、560人ぐらい。違いますよ、613人ですよ。本当に1000いってないの？いやまだもうここから行かして頑張ります。立ち上げてどのぐらい経つの？2ヶ月。まだでも2ヶ月ぐらいですかね。2ヶ月。はい。2ヶ月で遅いな。いや僕らも一応あったんです実は。何が？ちょっと1年は空けようっていう。そうです。実はなんかやっぱりやらしいじゃないですか。ちょっと待って。はい。俺と離れてから1年は空けよう。なんかちょっとやらしなんかちょっと変な感じじゃないですか。それですぐ僕ら始めちゃうと。そうはい、なんかだって抜けてすぐ僕ら始めるのちょっとやっぱなんかそういう風に見られちゃうなっていう、なんかちょっとそこ礼儀かなっていうのもあって、ちゃんとそこやっぱだから1年から1年半しっかり開けてから指導しようっていうので実はあったんですよ。それは失敗したと思ってるんだ。すぐやらよかったと思ってるんでしょ。いやそのおかげで死亡説出ちゃって息を潜めすぎてね。そうあいつら大丈夫なんかみたいになったんで、でもそこは2人で決めてたんですよ。それはありました本当は。しっかりまあちょっとまあ1年半ぐらい。それは礼儀なのか、それともクソったれと思ってやったのか。いや、違う。それはもうクソったれと思ってました。あ、そうか。でもなんか知名度も上がったんだろ？いや、全然そんなことないですよ。いや、だって駅で言われるんでしょ？メデさんって。言われますし、結構いろんなパターンあるんですよ。何が？豊さんに間違えられたことがあります。それやめろよお前。マジか。それ知らなかった。それはないわ。いや、結構だから後ろから来るパターンですよ。あれ自分が姿似てんのだからまあ寄せてるから、自分が豊さんに寄せてるんで憧れだからね、やっぱりね。なんか豊さんだからなんか言いたいことあったと思う。ちょっと待って、お前豊さんと振り向いたわけじゃないよな。いやそりゃだって自分も一緒にしたことない。お前見えてんでしょ。いやそうなんですけど、後ろから見たら似てるじゃないですか、どっちかというと姿が。確かにちょっと歩き方もちょっと似てますもんね。本当か。それで向こうは多分なんかこう言いたかったと思うんですよ。高木豊チャンネルのって言いたかったと思うんですけど、豊さんちょっとはしょったんだね。メイデンですっていう。メイデンです。ちょっとがっかりしてた。あ、見てました過去形でなったりとか、すげえ気使わせたりとか。気使わせるの？いやだからね、なんかすげえ申し訳ない感じにして、すいません豊さんじゃなくて申し訳ないですって言って。でも宅配のお兄ちゃんがあれでしょ。僕も佐川急便の人に「高木豊チャンネル出ないっすね最近」って言われて「あ、出ないっすね最近」めっちゃ言われます。めっちゃ言われますよ。いや、すいませんっつって「すいません謝ってんの」「すいませんありがとうございます」ってサインしてすぐもう。結構いろんなありがたいですけどね、そうやって声かけていただくのはやっぱり。自分なんかレンタルやってるんですよ今。レンタルって言って今レンタルプロ草野球芸人って言って、ああなんかやってんだ。そのいろんな人からコメントいただいて、草野球チームに助っ人で。お前助っ人なんだよ。いやこの状態で初めましてって言って、うん、でそこでみんなで挨拶して助っ人で入ったりとかやるんですよ。足引っ張ってんじゃん。いやいやいや、それで試合中よく言われるんですよ。なんて。いや、あ、竹内チャンネル。まあやっぱり。まあ、めちゃくちゃ言われた。俺の息子みたいなもんだから、本当皆さん。いや、もう、すみません、本当にもう。いや、本当本当。お前はやってないだろ、助っ人に。僕はやってないですけど。スコアラーでしょ。いや、違いますよ。僕も一回ついてったことあるんですよ。助っ人なんないでしょ。いや、僕もそれで、なんか、出ないよ、出ないよって言われて試合。出て1エラー2三振でしょ足引っ張って帰りましょうでグラウンドに着いた瞬間にその既存の選手がなんかもう用事で出てっちゃうみたいな、はい、そうそうそう。でもう急にもうすぐ着替えて「すいません徳さんセンター入ってください」って言われて、変わった瞬間センターライナー飛んできて、はい、なんか膝に当たったの。いや違う、腕にバー当たって、でサードの人が「ナイスレシーブ」って言ってタイムリーエラーめっちゃもう青技になりましたもんそれですげえ変な空気になって、なんか最終的にちょっとマジで罰金取られそうになりましたもん。だって俺はお前野球教えたつもりだよお前らに。いやー、まあ教え方問題ありましたね指導者として指導者としてやっぱどうなのかなって。そうか、疑問がね。解説者とは一流なんですけど、解説者としてはね、まあ順位結構ずいぶん上から来て一応ね、元コーチ元まあでもね、まあ頑張ってほしいです。なんだよそれで締めていいの。いやいやでも豊さんにいろいろ教わってから、いや確かにバッティング良くなったのは事実です。そうだ、はい。それすごい、なんか説得力ないな全く。いや本当に気持ちがないもん言葉に。まあ乗せてないんで。そうだよ、慌ててる感じがするもん。でも確かに本当に4割ぐらい草野球でも打てるようになってあったんですよ本当に。それでは本当でもなってるだけで。いや本当にそうです。周りの人に言われるんですもん、やっぱ高木豊チャンネル出たからバッティング良くなったのってすごい言われてるんですよ。はい、言われましたよ。めちゃめちゃ言われてるんで、まあぜひ今度はね、また神宮行って勝手に教えてやりましょう。やりましょうよ。やります。やりたいよな。やります。もうあそこの外苑の横もうないっすよ。そうでないっす。あそこもうないっす。オリンピック仕様でもうないっすよ。あ、そうなの。今度はどこ行け。どこからどこやってる。世田谷公園行きますか。探しておくよ。分かりました。はい、あれ失礼しましょう。